長殿。前回の調布基地での戦闘では世話になった。改めて礼を言う。ゼロも言っていたが、あの戦闘は貴殿の働きがあればこその成功であったと思う。月下の操縦に関しては上官としてご指導していただき大変助かりました。我らがこれまで刃を交えたことのない白兜との戦闘を切り抜けられたのは事前の指導があったればこそ。千羽大尉も危なかったですからね。言うな、次は遅れを取らぬ。今後の戦術の参考にと考え、失礼ながらあなたの戦闘記録も見せてもらったが、いやいや、なかなかすごい腕前だ。あれは大したものだ。そのうち一度お手合わせ願いたい。それから京都からも話は聞いていたのだが、貴殿には貴族の血が流れているとのことだが。ハーフであるが、その一代前、つまり貴殿のご両親は確実に純血の系統であると。貴殿と共に戦えるのは我らの誇りだ。貴殿の存在はブリタニアの暴力に苦しむ日本の人々の光となるだろう。久々にうまい酒だ。そうだね、東堂さんが救出されるまでは気が気でなかったから。本当に良かったです、黒の騎士だ。力を貸してくれて。酒はやっぱり日本酒ですな。戦闘隊長殿は焼酎のお茶割りですか。なかなか飲み方を心得ている。日本の米、日本の水、そして作られる日本の酒、うまくないわけがない。その日本が、美しい日本が何故こんなことに。ブリタニアなんぞ。千羽大尉、大丈夫です。東堂中佐がいれば日本は再び立ち上がるんです。奇跡はまた起こります。あれは奇跡じゃないんだ。本当に分かっちゃいないのが多い。片瀬少将だってそうだった。まったく分かっちゃいない。東堂さんの凄さをさ。え、お前ら飲みすぎじゃねえの。戦闘大将殿、ご出身は？
年齢も不詳、その気になれば大人にも子供にもなれる。まあ千葉には羨ましいところかな。私はまだ十分に若い。無作法な連中ばかりで申し訳ない。無骨なことしかできぬ輩ばかりでは、まあ、一つご容赦を。そういえば千葉、この前釣った魚はどうした？もう焼いて中佐に食べてもらったのか？中佐が焼き魚好きだって教えたら必死になって修行してたからな。あれは東堂中佐とは関係ない。ほう、すると花嫁修行と。貴殿はどんなものが好物ですかな？また漠然としてますな。刺身なんかはどうです？日本人は食材そのものを生かした新鮮な食を好むもの。豆腐、納豆、季節の山菜といった日本の味覚は疎開のあちらさんには分からないでしょうね。山菜もいいが、夏はセミがおすすめだな。秋は赤トンボもいい。軽く火で炙り、頭からガブリといくんだ。ちょっと待った、浦部、戦闘隊長に変なこと教えるな。うまいんだけどな。そうですよ、醤油かければ少しはマシですけどね。朝比奈の醤油好きも間違いなく同行しているがな。だな、スイカやプリンに醤油をかけるのはまだしも、コーヒーに入れるのは趣味が悪すぎる。ほんの数滴ですよ。それに醤油は万能調味料なんです。すいません、何分奪ったことばかりで過ごした連中ゆえ。気がついた？まったく、学生なんだからお酒飲んじゃダメでしょ。私生権の人たちにも迷惑をかけて。信じてあげるわ。格納50お酒臭くて、ほんと目が痛くなるほどだったんだから。私生権の人たち、あなたをここに運んでそのまま飲み直しだって、ゲットに繰り出したわよ。お酒に当てられたので、はい、水。ずいぶん意気投合してたわね。すごく楽しそうだった。あの人たちとは会ったばかりなのに。私の方がずっとあなたと一緒に戦ってるのに。なんでもない、なんでもないわよ。酔っ払いは寝てなさい。そんな酒臭いまま学園に来られても困るから、酔いが抜けるまで寝てなさい。私がごまかしておいてあげる。まったくもう。じゃあ私は行くわ。
そんな姿で学校に行っちゃダメよ。